こんばんは。夜の速稼塾ニュースの時間でございます。まあ今日はニュースというよりもね、私がですね、この6年7年をちょっと振り返ってみてですね、思ったこと、そして私の周りに起きたこと、そしてこれからのことをね、お話していこうかと思います。きっとですね、今多くの日本にお住まいの40代の方を中心に、まあなんか一つの指標になるんではないかなと思うんですよ。ではまずね、私が2015年7月19日まで何をやっていたかってことをお話しします。2015年の7月19日、私は経営する最後の店を閉めました。広島市中区本通り 8-24、レインボー丸和ビルの2階にありました、オープンリーチという麻雀店です。ここはですね、9人の従業員のうち5人が正社員として勤務していました麻雀店でございます。通常麻雀店と言いますと、深夜営業をしたりとかね、タバコ黙々だったりとか、生活環境めちゃくちゃであったりとかね、それから高いお金を従業員にかけさせてとかね、でお客様とギャンブルをするみたいな環境だったり、もちろん正社員っていうのは一人もいなくって、なんと言いますかね、アルバイトみたいな感じで非正規で使い倒すみたいな部分が多い業界なんですけども、私の場合は正社員として始まった時から、全員をですね正社員としてお迎えして、新卒も採用してですね、もちろん無制限にはできませんけども、最大値で26人まで雇っていたわけなんですよね。もちろんこれは麻雀店だけじゃなくて関連した店舗がありましたんで、そちらの方に配置したってことなんですけども、ただですね、社会保険をつけたりとか、厚生年金をつけたりとか、退職金をつけたりとか、各種保険をつけたりとかして従業員を雇ってしまいますと、結構ね経費がかかるんですよね。毎月の毎月のなんかね、その福利厚生費っていうのが百数十万かかってたんですよ。1人の社員を雇用するのに、だいたい給料が20万から一番高い店長クラスで45万毎月払っておりました。でその裏でですね、社会保障費っていうのはやっぱりね、払った給料の倍くらいかかるんですよね。まあですので、昔から言われてますけども、社員っていうのは給料20万もらってたら100万円ぐらいの売り上げを作らないと全然合わないんだよってことがね、よく言われますけども、経営者になってよく分かったのは、給料を20万円払うと、でこっちでは30万とか40万払ってると、それで一人の雇用がやっと成り立つって形なんですよね。もちろん私の経費のかけ方とか、その他のね、会社運営の仕方がまずかったっていう点もあって、余計な経費も使ってたんでしょうけども、そういう経営の中でですね、当然店舗は赤字で、2015年の本当にね、7月19日までですよ、私はずっと赤字の、毎月100万から150万ぐらいの赤字が出る店を9年間やってました。で最大値で店舗ってのは20個あったんですけども、全店赤字でね、一つの店たりとも黒字になったことはなったんですよ。そういう2015年7月19日までの私の日常でした。すごいでしょいや今思っても本当に数年前までこうだったんだなと思いますよね。で私が速稼塾というものを始めたのが、それのちょっと前、2013年です。2013年の7月20日に、もうこれ以上やったら3年以内に私はね、もう破産するなと思いました。ですんで、速稼塾っていうのにもう最後のね、一撃をかけるつもりで、インターネットビジネス塾っていうのを始めたわけなんですよ。最初はアフィリエイトをやっただけでした。アフィリエイトで、利益をね上げていくと。で広告費がかけられませんから、アフィリエイトっていうのは要するにアクセスを集中させる仕事なんですよ。インターネット上で広告費を払わずにアクセスを取ろうと思ったら、それはサイトの量産とかね、いい記事の配信とかってことになってきますんで、そちらの方に私は1日のうちの時間のほとんどを捧げてきました。まあ結果的には1万4000ぐらいのサイトを作って、そこにアクセスが集まって月収が300万を超えたということで、速稼塾っていうのは結構ね、店舗の赤字を補ってプラスになってきたところがあったんですけども、そこではたと気づいたのは、店がなくなったらこの売り上げっていうのは全部プラスだなと思ったわけなんですよ。まあですんで、速稼塾ってものだけにして店舗をやめていって、速稼塾を始めた2013年から2年がかりで、2015年まで2年がかりでね、社員の方とか経営者の方とか、経営している店舗とか他の取引先の方とかね、それからお客さんへのフォローアップとかっての込みで、2年間かけて私は店を閉めていく準備をしました。でもね、店を閉めるのも2年ぐらいかかるんですよ。やっぱり
さあ辞めたって言って明日辞めるってわけにもいきませんし、やっぱり従業員さんの次の人生もありますんでね、やっぱその辺も責任持とうと思ったら、やっぱりね、告知して3ヶ月とか社員さんにもお知らせしないといけないですし、お客様にも1ヶ月後にはちょっと閉店になりますってことをね、事情を話さなくてはいけないというところもありました。で、閉店を決めたからというものをお客様に対してもそうですし、従業員同士のモチベーションって一気に下がるんですよ。やっぱりね、再就職もしないといけないですしね、それからまあ少ないですけど退職金とかいう考えもありますし、退職金はね、全員には渡せませんでしたけども、一部の方に何とかねお渡ししてって形でした。もちろんこれね、退職金受け取ってない方もいるんで、退職金出しましたよとか出してませんよっていうのはこれ今まで人に言えなかったんですけどもねでももうね、だいぶ過ぎましたんで今は言ってもいいかなと思います。そして2015年からやっとですよ、2015年から私は店舗を辞めてから、そっからはずっと黒字なんですよ。でもその時に抱えた借金が2800万プラス、計上してないのがいろいろあって、今計算すると3500万円を超えた借金ができてました。この3500万円を超えた借金、通常でしたら3500万の借金って多分ね、65歳ぐらいまでで返す、そのなんていうの、住宅ローンみたいなもんですよね。でも私の毎月の利益のから返していこうと思ったら、これね、あっという間に返せたんですよね。だって毎月300万円ぐらいの売り上げが上がって、しかも経費がほとんどかかりませんから、これ全部ね、返済に充てれるわけですよ。正味1年ちょっとでやっぱ返済が完了してですね、2016年には今住んでるこの家ですね、この一戸建てを一括で買うまでになりました。まあ、そのぐらいそのアフィリエイトっていうのはすごくね、インパクトがあったんですよね。今でも私は何にもない人にはアフィリエイトから始めることをお勧めするんですけども、ただアフィリエイトも利益は出るんですけども、結構根性がいるんですよ。うん、先ほどもお話しましたけども、サイト構築って誰でもできると思うんですよ。ブログの1枚ぐらい誰でも書いたことがあると思うんですけども、私はそれを1万4000個のブログを作った、サイトを作った、ホームページを作ったということなんですよ。1万4000個ですよ。やっぱりね、最初に月収100万超えたのは8ヶ月かかったんですけども、このサイトを作り続けて450個サイトを作った時点で月収が100万を超えました。で、最初の1ヶ月っていうのは月収ゼロですよね。100個も作れなかったんですけどもね、2ヶ月目で3000円ぐらいの売り上げが生まれて、3ヶ月目の売り上げを占めた時に4万円か5万円ぐらいになりました。で、3ヶ月一生懸命サイトを作って300個ぐらい作って、で、得たお金っていうのが名目で、表示上でですね、だから5万円いってなかったんですよ。で、しかもそれが5万円が入金されるのがさらに3ヶ月後ですからね、アフィリエイトの仕組みとして3ヶ月後の振り込みになりますんで、結構ね、資金的には苦しかったんですけども、ただね、それを続けてきて半年ぐらいアフィリエイトのサイトを作ってると、やっぱりね、80万を超えるわけなんですよ。半年ぐらいかかったら、それはもう動画で残してますんでご覧になってる方も多いと思いますけども、そういった形で私はサイトを作る、それだけでね、アクセスを集めて、一つのサイトってのはアクセスがやっぱり10から100ですよ、一つのサイトは。でもそれが100個とか1000個とかあるわけですから、それはトータルアクセスっていうのはやっぱり1万 PV とかね、10万 PV になるわけですよ。で、ついにですね、この1万サイトを突破した時って200万 PV なんですよ、合計で。ですんで、やっぱ売上的には200万とかね、300万いかないぐらいの間をうろうろすることになって、まあそれがですね、去年の今頃まで続いてたわけなんですよね。で、アフィリエイトってのはすごく偉大だなというのは、根性さえあれば原資がいらないんですよ、原価がいらないんですよ。で、ホームページ、インターネットの仕組みっていうのは全部タダですからね、すごく私はそれに助けられたなっていうのと、あと2015年から私の中にその例のやつっていうのも始まったんですよ。例のやつね、皆さんご存知ですよね、あれすごくいいでしょ、例のやつ。で、通帳の残高のゼロが倍なるほど、はい。私の場合はね、例のやつに2015年に出会って、そこにもうなけなしのお金、本当にね、店舗のレジからなんとか取ってきた10万8000円をぶち込んで例のやつが始まりました。それからというものを、アフィリエイトにしても店の売り上げにしても10万円一単位ができるたびに例のやつにどんどん突っ込んでいきましたね。もう後先考えなかったです。それこそその時はリスクだけかもしれないけども、これ以外にはもう方法がなかったっていう気持ちでね、そこにどんどんぶち込みました。まあ、それがまあ今に至るわけなんですけども、もうずっとね、10万円ができるたびに入れ込んできたお金がだいぶ膨らんで、まあ、今はね、すごく大きな金額を毎月いただけるようになりました。しかもこれね、1回も入金されなかったことがないんで、本当にね、私はこれをやっといてよかったなと。で、例のやつっていうのは、海外の価格差とかね、金利差を利用して大きな利益を上げているスキームなんで、まあその辺もですね、私のその時の考えに合ってたかなっていうところもありますし、結局5年間トータルで私のところにね、莫大な利益とたくさんの人を運んでくれたんですよね。
で、私がこの例のやつっていうのをたまに動画で話すと、例のやつって何ですかって形で問い合わせいただいて、私が例のやつはこうなんですよって説明して、参加された方が950人います、この5年間で。で、その950人の方全員利益をいただいてますよね、毎月毎月。だからその人との関係がすごく信頼関係が濃くなるわけですよ。で、実際に会いに行った方も500人前後います。そういうことでちゃんとお金を受け取ってるかな、ちゃんと信頼してるかなってことを確かめながら、日本全国47都道府県回るような余裕も去年2018年の2月から2019年、もう今月ですね、今月までずっと続いてきて、たくさんの人の笑顔とね、資金的にすごく回復したよってことと、本当にこれに出会えなかったらもうお金が全然なくて破産するしかなかったと。もうね、旦那さんに隠れた借金をどうしようかと思ってたけども、この例のやつで復活したんで、もう今はね、平平凡凡で生きてられるとかね。それから子供さんの教育資金ができたとか、入院費ができたとか、年金が本当に苦しかったんだけども、これのおかげで年金なんて気にならないぐらい毎月入金があるよみたいなことでね、私もこれお知らせできてよかったなってことと、いや、よくね、私みたいなものを信頼してくださった、そして最初に、やっぱりね、10万プラス8000円ってものをよく預けてくださったなと思うんですよ。ここからじゃないと何にも始まらないんですけども、で、私がね、伝え方が下手だったら、本当にこれを利益を取らせるはずだったものが取れないってことになっちゃうんですよ。だから私は情報発信の責任がすごくあるなと思いました。この例のやつってのはネットワークビジネスの側面も含んでますんで、なんだネットワークビジネスかって思われたら、もうね、二度と私の話は聞いてくれなかったかもしれませんけども、そうじゃなくて、まあ怪しいかもしれないけど、久保さんだったら話を聞いてみようかなっていうふうに言ってくださること、うん、もちろん私を信じてくれってわけじゃないんですよ。私がすごいわけでも何でもなくて、私は情報を伝えただけなんで、私は全然すごくないんですよ。でもやっぱりね、私の言い方が悪かったり、私の印象が悪ければいいものも悪く伝わってしまうっていう、そういう責任があるなと思ったんですよ。これは私はね、自分のことを信じてくれないから落ち込むみたいなレベルじゃなくて、私の伝え方が悪かったばっかりに、本来だったらその人にね、数百万とか数千万っていうポテンシャルを、金額を与えれたはずなのに、そのチャンスを私が失わせてしまったっていう責任を感じながら放送してるわけなんですよ。でもおかげさまで、ほとんどの方がね、私から話を聞いた方は、サインしない方はいないぐらい、これがね、広まってきて、この5年間でやっぱり950人の私から始まる組織ができて、もちろんこれね、紹介しなくてもお金が増えるんで、紹介する必要ないですからね。紹介する必要はないんですけども、私から話を聞いて、あ、なるほど、これは本当にお金増えるなってことでね、1年、2年と経験された方とか、まあ早い方は3ヶ月とかね、4ヶ月ぐらいで、もう新しい方を連れてきて、この人にも説明してくれませんかってことでね、続いてきたわけなんですよ。そういうふうに多くの方をから信頼いただいて、私も今日ね、成り立っていますし、こうやって YouTube チャンネルも、潰さずに済んでますしね。 Facebook ライブもトータルでもう4000回ぐらいを超えたと思うんですよ。 Facebook ライブこれですよ。この Facebook ライブはもう4000回超えてますからね。3000回まで私数えたんですけども、そっからはね、数えるのやめました。多分 Facebook ライブをこれほど1日も途切れることなくね、海外にいる時も日本全国どこにいる時も Facebook ライブ必ずして、連続で3年間以上数えたらもう3年間以上やってるんですよ。で、3000回以上やってるってね、そんな人はなかなかいないと思うんで、まあ私は多少はですね、Facebook ライブで、久保哲郎っていうのを名乗ってもいいかなと、ちょっと思ってるんですけどね。でも、もっともっとすごい人いっぱいいると思いますんで、私がね、何かを成し遂げたってことじゃなくて、まだまだ私スタートだと思います。なんせね、1万個いって、まだまあ、プラマイゼロだと思いますんで、私すべてのこと。サイトを作るときも1万個を目指して、YouTube も今1万数千個ね、1万4千個くらい動画アップロードしてるんですけども、1万個でやっと、あ、1日目が終わったな、千里の道も一歩だなと思ったわけなんですよね。はい、ちょっとコメント見ましょうか、高田さん。例のやつを信じれるように伝えてくださった久保さんのおかげです。あ、いや、そんなことないですよ。高田さんがね、やっぱり、センスがあったんですよ。私からの情報だったら大丈夫なんじゃないかっていうふうに感じていただいたってことは、私の伝え方がいいというよりも、高田さんの受け取り方がすごく良かったんでしょうね、きっと。多分ね、高田さんと気が合うんですよ、私は。またね、お会いして、いろいろとね、申し上げたいなと、お礼を申し上げたいなと思います。これからも本当、よろしくお願いします。いつも Facebook の方にもね、コメントいただいたりとか、本当に私は返信ができないことが多くなっちゃってすいません。一件一件返信をしたいんですけども、とてもですね、私が記事を毎日いっぱいで書くもんで、その記事に対してコメントもいっぱい集まってきてね、本当ありがたいことなんですけども、一件一件返信ができないんですいません。本当にほっとくとね、1日のコメント数が200件とか300件とか毎日ですよ、毎日ついちゃうんですよね。あ、ユミさんもどうも今日もありがとうございます。いつもね、応援してくださって、私もユミさんのこと一生懸命応援してますからね、本当にありがとうございます。本当にね、このね、青森からこの中国5県、この距離は結構あるんですけども、私はね、中国5県の多くの方をそう、ユミさんファンにしようかなと思ってね、日々いい噂を流そうと思いますんで、でいい噂だけじゃなくて、本当にね、ユミさんはこう弾力があるっていうかね、
あの筋が通っていたりとか、自分のお仕事とか自分の作品にすごくね、責任を持っていらっしゃると言いますかね、私はそういうふうに感じるんですよ。この人のものだったらやっぱり手に入れたいなと思うんですよ。あの近くにもいろんなものありますよ。いろんな食べ物、野菜、食品あります。でもそういうのをかき分けて1000キロ以上先のユミさんのところにね、私はお願いしたいなとこれから思うわけですよね。もちろん食品の全部ではないんですけども、ユミさんからいただきたいものが結構ありますよね。これからもあのいろいろとお知らせくだされば幸いでございます。ニンニク頼みました、山根さんいいですね。ニンニクブラザーズ行きましょうか。僕ら今度アースシェイカーニンニクって曲なかったですかね。私が好きなのはね、あの22時って曲好きなんですよ。あのアースシェイカーの知ってます？結構マニアックでしょ。あの B 面の2曲ぐらいに入ってるやつ。この B 面っていう表現がいいですよね。もうレコードの時代ですからね。私はあのアフターショックとかもレコードで買ったりとか、あとライブイン武道館とかありましたね。武道館のアースシェイカーのライブ、あれもレコードなんですよ、聞いたの。いや懐かしいな。ラウドネスもね、ラウドネスも確かあの決戦前夜じゃないわ、なんかありましたよね。あれレコードですからね。当時ね、私の住んでる町にラウドネスライブで来てくれて、私はもうちょっとね勇気がなくてライブに行けなかったんですけども、クラスメートとかが行ったのを見てすごく羨ましいなと思った思い出がありますよね。あ、思い出懐かしいな。まあ、ちょっとね、私のちょっと遡りすぎましたね。で、2015年から今2016年に移ってきて、2016年から私は一戸建てを買ってね、でそこからはまあ隠居という形で、情報発信してきたんですけども、まあ、隠居してからの方が余計ね人前に出ることが多くなっちゃって、まあなんかね、楽しい毎日を本当に皆さんのおかげで送らさせていただいてます。こうやって私がライブをやればね、10名以上の方が集まってくださって、私の話を聞いてくださったりね、皆さんからコメントいただいて、今日はコメント結構読めてる方だと思うんですけども、普段コメントがね全然追えなくて本当すいません、そんな形でね、お届けしてきたわけなんですけども、これからの話をちょっとしましょうか。2016年から2017、18、19と来てですね、私がどんな暮らしを送ってるのか、この放送を見てる方ってのは結構ね、分かってくださってるんではないかなと思います。毎日のようにこうやってライブ放送したりとか、毎日のようにどっかにねなんか食べに行ったりとか、毎日のように三味線の稽古をしたり、毎日のようにまあ親孝行をねしてみたりとかね、それからこの夏はナイト2000でね、一人でも多くの方にまたあの車の方をね見ていただこうかなと。本当にね、私はこれ私が、まあ、買いましたけど、トランザムナイト2000仕様をね買いましたけども、これはねあの皆さんと一緒に共有したくて買ったんですよ。だからあの遠慮せずに触りたい、見たい、触れたい、写真撮りたい、あの運転すいません、エンジンかけて運転ぐるぐるって回ることは保険の関係でちょっとご遠慮いただくんですけども、ちょっとねあのアクセル踏んでみたいとかね、そのなんてマイケルナイトさんの気持ちになりたいということでしたら、ボタンバンバン押していただいたりとか、エンジンかけるところね経験していただいたりとかね、最大限やっていただきたいと思うんですよ。私はそれを独占物ではなくてもうシェアっていうかね、皆さんのものだと思って本当やってますんで、私の費用で持って行って乗っていきますんで、そこで触っていただいてってことを、宝塚北サービスエリアからね、それから次の日は、西和倉村の方に行ってとかね、本当に普段、なかなかね、まあ、お届けできないものをお届けしていきたいなと思います。そういう形で本当皆さんのおかげなんで、私が手に入れたものはできる限り皆さんのものね、まあ、速稼塾の共有物っていう風にね考えていきたいなと思ってるんですよね。まあ大盤振る舞い、そうですね、柳田さんのところにも行きたいですね。あの野垣さんのところもね、はい、関西方面とか関東方面もなんとかね、今度ねだから8月25日海老名の方に行く予定にしてるんですけども、それね僕私はねちょっと勇気が出たらそのナイトで行ってみたいと思うんですよ。ナイトで行ってそこにお集まりいただいた方で興味がある方にはちょっと触れていただくみたいなね。ただちょっと夏場っていうのはオーバーヒートしやすいんで、ちょっと もしかしたら難しいかもしれないです。ちょっとねあの宝塚まで行ってみて様子を見たいと思います。今のところ広島からあの岡山県のね倉敷市まで行って、ね、温度が上がったんで一回休んだみたいな経験があるんですよ。だから本当にね100キロ走らないうちにオーバーヒート寸前まで行っちゃうんで、なんすかね、エンジンルームが熱くなっちゃうんで、ちょっとあこれは難しいなと思ったり、でも高速走行だと温度ってのがあんまり上がらないんですよ。だから一般道だとねすぐに110度を超えてしまうんで休ませないといけないんですけども、高速道路に乗ると80度とかね、90度の間で安定するんで結構いけるかなと思うんですよ。そう、あの海老名ですね、神奈川県の今度ね5回目ぐらいのオフ会になるんですよ。結構海老名の方に行かせていただいてます。それから東京も多いですね。静岡もね今まで3回行ってるんですよね。静岡の富士市ハウスゾネンシャイン音楽堂の方に、今まで3回ほどお邪魔してますね。
それが静岡は結構ね寄るところがあるというか横が広いんですよね静岡。だから静岡県に入ったらずっと静岡なんですよ。はい、山根さん8月22、23よろしくお願いします。でこれからのことをお話しする中の一つがその、まあ、ナイト2000という車で、あの多分ね私と同世代の、 あの方っていうのは中学生ぐらいの時にドラマ見てるはずなんですよ。で心のどっかにちょっとねまだ憧れとかがあると思うんで、あのせめてねあの生涯のうちに少しでも触れたりとかしていただきたいなってところがありますんで、まあ興味ない方のところには持っていきませんけども、まあ、あのちょっとだったら見てやってもいいよっていう方のところにはもうありがたく持っていかせていただきますんで、ぜひね触っていただきたいと思います。そんな形でね、2019年を過ごしていこうと思うんですけども、これからのことでございますよ。肝心なのは2019年、あ営業エリアですか、はい、会えたらいいですね、また久しぶりに。2019年の後半は何が起きるかっていうと、私はね三味線の舞台がむちゃくちゃこれから入ってくるんで稽古稽古の毎日なんですけども、プラスあの皆さんもご存知のように私10月31日に息子がね生まれるんですよ。男の子みたいなんですよね。で今日ねすごくねいいことを聞きました。何がいいことかっていうと、実は私お嫁さんね、あのゆかちゃんいるんですけども、なんかね名前を考えてるそうなんですよ。それでポロッと出たんですよね。その名前は多分もうこれ以上ないっていうぐらいの私にぴったり、我が家にぴったりの名前なんですよ。しかも国際的にも通用しそうで、キラキラネームでもなくってね、で古式ゆかしい日本の名前で、いやさすがセンスがいいなと思いましたね。でこの名前はまだねちょっとお知らせできませんけども、もう私の中でもねこれ 120%、2000% 決まりかなというところがあります。ですので10月31日だと思いますけども、出産した頃にはきちんとねもう名前がある状態で生まれてくるということで、私もね名前は苦労するのかなと思ったんですけども、すごくいい名前、いっこさん、いっこさんむちゃくちゃいい名前ですよこれ。あ感動しましたよ私は、うん、あのこれはいやうちの息子には絶対この名前しかないなっていうのがね、聞きたいですか、すいません、まだお知らせできません。でもねあのお名前が久保速稼塾ではないですからね。久保隠居でもないですからね、ちゃんとした名前です。ああなるほどっていう名前です。どっかで皆さんも聞いたことがある名前ですよね。本当にね、日本人としても国際人としても両方の兼ね揃えたね名前かなと思います。で、ね、頑丈な体の子に生まれてきても、ちょっとインテリな子に生まれてきても、どっちでも通用するような名前だなと、センスがあるなとね、我がお嫁さんだから思うわけですよね。皆さんにもお知らせする日が10月の半ば過ぎたらあるかもしれませんので、またよかったら聞いてあげてください。バリ島でオフレコ発表を楽しみにしています。あーなるほどね、それはちょっとありえるかもしれないですね。バリ島に言ったらちょっとあのビール飲むと思うんで、その勢いで喋る可能性があります。そうですね、いっこさんバリ島楽しみですね。ひろこさんも行きますしね、それからもっともっとね、あの今度倉敷でこの前会った静香さんとかね、結構ねなんか同年代が今回、まあいつも同年代なんですけども、あのむちゃくちゃ楽しいと思いますよ今回。あのバリ島むちゃくちゃ楽しいと思います。あの仲良しいっぱいできるんで本当に嬉しいなと思います。これがね私の活動範囲の中で私を軸にして起きてるなと思ったら、本当皆さんに感謝でございます。本当バリ島をね信じてついてきてくださってありがとうございます。次回のバリ島は3月ぐらいに予定してますんで、今回ね、申し込みに漏れちゃった方すいませんけども、3月まで待っていただくか、12月ぐらいにネオ FP は行くんですよ。私の方はね子供の関係があるんで、ちょっと12月はまだ海外旅行までは行きませんけども、ただねネオ FP が行きますんで、藤井と一緒でよかったら12月ぐらいに計画してみてください。で今後のことなんですけども、このバリ島を抜きにして私の今後の人生はちょっと外せないんですよね。私子供が生まれたら当然5年ぐらい経ったら小学校に入るってことも考えるんですよ。その時にですね、私はたまたま近所にある小学校に通わせようとは思ってないんですよ、うん、できれば私のゆかりのある国のどこかの一番気に入ったところに入学させようと思うんですよね。だから教育もアジア全体とかね、もしかしたらマイアミもプラスして、ちょっと世界中でどっかいいところを選んでもらいたいなと思うんですよ。ただそうなるためには私が海外をちゃんと行ってて、そこに住む環境があって、ちゃんとお金もその時までね育てていないといけないっていろんな課題があるんですけども、まあ、なるべく親の選択肢を広げてあげて、これから私の子供が生まれるってことは20年後20歳になるわけですよ。その時に完全に国際化、もう他の国にも友達が何カ国もいる状態にしといて、で、資金的にもね
ちゃんと投資も覚えて、中学生ぐらいでは自分で FX で毎月毎月お小遣い100万とか200万間稼げるようにね、私も育てていきたいと思います。今でもね、その息子に対する教育っていうのはちょっとあんまり負担をかけない程度に、必要なものは少しね、お金を稼ぐ手段っていうのは絶対必要なんで、何個か与えていこうと思うんですよ。プラスもともとお金だけが入ってくるような法人も作って子供にプレゼントしようかなと思うんですよ。アフィリエイトの仕組みと YouTube の仕組みと、それから他のね、なんとかビジネスっていうのを組み合わせたら、これができるわけなんですよ。で、試験的に私3年前から作り始めて、1年半から利益を出して、で今年法人にする、新しい法人があるんですよね。アイアジアトレードっていう会社なんですけども、愛っていうのは愛情の愛と、あと AI っていう書いて愛って読むんですけどね。でアジアっていうのはカタカナであったり英語であったりするの、アジアですよね。でトレードっていうのは貿易って意味なんですよ。だからアイアジア貿易株式会社っていう法人名なんですけども、ちょっと横文字にすると AI アジアトレードになりますよね。だからちょっと国際的にも、それから国内的にも読みやすい名前になったかなと思うんですよ。この会社は本当に完全に自動収益が、今のところ去年は700万ぐらい上がったんで、今年は1000万ぐらいになると思うんで、自動ですよ。これを顧問の先生にずっと見てもらって、じゃあ法人化しましょうってことにやっとなったんでね、この夏もうすぐね、あと1週間ぐらいしたら官報に乗ると思うんで、皆さんもね注目していただきたいんですけども、私もね法人を作る中で、私のそのアフィリエイトの仕組みと、その YouTube の仕組みとか、いろんなねレバレッジを使う、ネットのレバレッジ使ったら多分これができるんじゃないかなと思ってここまでやってきたんですけども、ついにですね、法人化して、これは決算以外何もしない会社ですね。ただお金だけ入ってくるみたいなね。これがまあ長く続くかどうか分かりませんけども、そこそこは続くんじゃないかな、まあ3年とか5年は続くんじゃないかなと思いながら思ってるんですけども、短いですね、3年とか5年だったら。でもね、はっきり言って私が一番長くやってきた会社って15年なんですけども、15年やってきた広島観光株式会社っていうのは最初の12期全部赤字なんですよ。最近の3期だけが黒字なんですよね。でも人力でやってきて12期赤字で、なんとかネットのレバレッジ使って最近の3年は黒字っていう会社に比べて、最初から人間を介さないのに最初から黒字の会社ってのも珍しいなと、これからが新時代の法人の作り方かなと思うんですよね。で、私はそういうふうな形で一人一法人の時代が来ると思ってるんですよ。で、その中で一人一法人をまずは自分の自国内に作ると、次はですね海外に法人を作るっていうことも考えていっていただきたいかなと思うんですよ。で、もちろんこれにはちゃんと事業の裏付けとかある程度のねお金が必要ですから、いろいろとね問題はあるんですよ。だからその問題を私は一個ずつクリアしてきて、一番最初の話に戻しますけども、私ね2015年の7月19日まで麻雀店の、赤字麻雀店のオーナーですよ。毎日麻雀しかしてなくて、パソコンとかインターネットとか本当ズブの素人から始めてるわけなんですよね。でそこからやってきて、2013年からアフィリエイトをやってきて、2015年には店舗を手放して麻雀店の親父って過去を捨ててですね、で今はそのネットの人みたいになってますし、最近は投資家っていう風に呼ばれることもあるんですけども、そうなんですよ。だん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 事業を積み上げてきてビジネスに昇華させてきて、今は投資の金利と利回りでほぼ収入っていうのはやっていけるようになりました。私はだからね、作業とか労働による収入っていうのも多少ありますけども、それは全体の収入の 1% 前後ぐらいなんですよ。あとはほとんどレバレッジって言って、本当金利とかね配当とか利回り、こういうものになってきて、本当の意味でこれから、時間とかお金を使ってトライできるなって思ってるところなんですけども、これがですね何十年もかけたわけじゃなくって、本当にその2015年まではまだ借金がいっぱいありましたからね。で2013年までは単なる麻雀しかやってなかったんですよ、本当に。で2013年から始めてきて2年間やってきて、2015年になった時に私はアフィリエイトをそこそこマスターしてね、現金をアフィリエイトという労働で作れるようになったってことがあって、アフィリエイトで労働でお金を作れるようになったけども、店舗はいらない、会社はいらないって状態、従業員もいらない、たった一人でやるって状態になったのが2年かけて2013年から2015年のこの2年間のスパンだったんですよね。でこの辺ももともと広島市で、私のことを前々からねつながりがあった人っていうのはこの姿ずっと見てるわけなんですよ。だから今でもね、私のことを見てくださってる方は証言できたり、その最たるものがネオヒピー藤井だったりするんですけどね、彼は私が麻雀店をオープンした年に私も知り合ってですね、それからずっと私の麻雀店を見てくれて、速稼塾を始めた瞬間を見てくれて、
でお互いに一緒になって会社を始めた2015年、広島銀行ビルの最上階にねオフィスをドーンと速稼塾オフィスビルをボーンと入れて、その時に共同経営の会社を作って、その会社も未だに続いてるみたいなところがありますけどもね、そういったことを見てきてくれて、今に至るんですけども、2019年、今年ですね、今年からは未来のことを少しずつ構築できるなと思ったわけなんですよね。ちょっとまとめますとですね、私は過去に作った借金によって過去に引きずられて生きてきたのが2013年まででした。そして、もうその今その瞬間速稼塾をやった時っていうのは、今目の前で起きていることがだんだんリアルになってきて、要するに過去に引っ張られなくなってきたのが2013年から2015年、6年のあたりなんですよ。で2017年あたりからですね、まあ、過去のものもなくなった、現在に拘束されることもなくなった、未来のことを考えて未来のために少しずつ準備する余裕ができたってことなんですよ。で今は私はインドネシアに行って30年後の生活資金とか30年後の資産構築っていうのも考え出しています。その一つがインドネシアバリ島に、ここ 1,2 年でね法人を立てて、そこで営業活動しようかなと思うんですよ。で、日本は出張先という扱いでやっていこうかなと思いますし、今日はそういう話もね日中ずっとしてたんですけども、向こうに法人を作るということは向こうに営業拠点を作りますんで、最初はレンタルオフィスになるかもしれませんけども、向こうにね、私の、まあ、会社というね住まい県会社みたいなのを作っていこうと思います。今日はそのイメージ図を見せていただいたんですけども、日本の、まあ、建築のね、費用の4分の1くらいでできるそうなんで、日本で1億円の豪邸作ろうと思ったら 2,3,000 万で向こうは同じ規模のものができるそうなんですよ。それこそでっかいプールがついて、部屋がね20部屋ぐらいあって、ホテルみたいなところがなんかできるそうなんで、そのイメージ図を 見せていただいて、これが 2,3,000 万でできるのと思っちゃったんですよね。まあもちろん今お話していることは、まあ、未来に私が希望していることなんで単なる絵空事です。もしかしたら全部おじゃんになるかもしれません。でもねやっぱりどんな夢を見るのも、どんな希望を未来にかけるのも、それは自由ですから、でその自分が描いたイメージを実現させるかどうかっていうのはやっぱりね、これからの自分の働きにかかってきますし、ただね私は思うのは、本当にこうなりたいと思ったことを私なりになんか結構こなしてきてるっていうか実現してると思うんですよね。何々になりたいとか何々が欲しいと思ったら本当にそうなってきてるっていう繰り返しがあるんで、多分このインドネシア法人も実現すると思いますし、インドネシア の家もね多分作れるんじゃないかなと思うんですよ。今私が住んでる家っていうのはローンがありませんから、この支払いを例えばインドネシアに新しく作った家のローンだと思って毎月20万とか30万どんどん積んでいくってことも多分できるんですよね。そうすると、まあ、税金のこととか法人のこととか、ね、これからは勉強していかないといけないと思いますけども、多分インドネシアバリ島に家を持つことってのはそんなにね非現実的なことじゃなくって、まあ、きっとですね、日本で国内でなんかもう1台車を買うのと同じような感覚で多分できるんじゃないかなと思うんですよ。でもちろんそこには資金の裏付けとか行動範囲を広げるとかいろんな問題ありますよ。法的にどうなのかとかね、事業が認められるのかどうかってことありますけども、おそらくですねこれはまあ、新しいご縁をいただいた方との協力でやっていけるんではないかなっていうことで、今日はね太鼓判いただいて、あとは私のね資金がどのぐらい作れるかとかね、そういうことなんですけども、資金的なものも、インドネシアのね OCBC 銀行を開かせていただいたりとか、ADA の含み益がかなりありますんで、その ADA の含み益を OCBC 銀行に送って、そこでルピアで、向こうのね、費用を捻出して使うっていう考えもありますんで、そんなに変な話じゃないかなと。で XRP も結構ありますんでね、 XRP も決済するときを間違えなければOCBC 銀行からルピアに変えられますから、で暗号通貨っていうのは結構ね使えるなと思うのが、私の場合は多分ルピアにした後日本円にすると、これはマネーロンダリングのね疑いがかかる可能性があるんで多分できないんですよ。ただ私がルピアに変えた後、暗号資産をね暗号通貨を全てルピアに OCBC 銀行で変えた後日本円にしなければ、これ全て合法的に使えるってことになるんで、そのお金でももうすでに向こうの会社とかね住まいとか手数料とかっていうのを払えていけるんじゃないかなみたいなものが見えてきて、たまたま買った ADA とかね、たまたま投資のつもり、投資の練習のつもりで去年買っていった XRP なんですけども、あこういうところに役に立つんだなというふうな気持ちがしますね。だから偶然にも助けられて、人の縁にも助けられて、なんとかこれからね
50代にすぐに入っちゃいますけども、50代から先の絵が描けてきたかなということと、そのルートを私は自分の身をもって作ることによって同じようにやりたい人にやっぱりね手を引いて協力できるんじゃないかなと思うんですよ。で、私がやりたいのは これなんですよ。自分の希望を叶えたい、自分の人生をこういうふうにしたいっていう人のために、私今までね貸せる力があんまりなかったんですよ。でもこれからはもうちょっとねマシな久保哲郎、もうちょっとマシな速稼塾になって、多くの方の、まあ、資金とか暮らしを楽にできるんじゃないかなと思うんですよね。で今まではねやっぱり月収50万とか100万を作るのがせいぜいだったんですよ。で例のやつっていうのも使っていただいて年間でね400万とか500万とか増やした方もいると思いますけども、これはまあそこでさておいてですね、大きく人生を変えるためにはやっぱり数十万とか数百万ではちょっと足りないなってところがありますよね。ドカーンとねやっぱり1億円ぐらいどんどん作れるような人をこう育てていかないといけないなと思いますし、私もそれはねあんまり自信がないんですよ。自分自身で1億2億作ることはできたんですけども、ただそれを偶然に助けられた面もありますし、タイミングが良かったところもありますので、それはね再現性っていう面で言えばもうできないんですよね。私自身も同じ方法で同じような1億作れるかって言ったら、今までやってきたアフィリエイトでは多分ね通用しないと思うんで、だから私は難しいなと思うんですよ。でもその中で海外との金利差とか価格差を使うことによって、本人の実力とかね意欲とか年齢とかっていうのは関係なしに、単なる資金を置いとくその量と場所っていうことだけで同じ結果を得ることができるっていうのは、今回ね非常に私の助けになったかなと思います。まあそういう意味でね、これからインドネシアバリ島に対してかなり私は力を入れて、 BRI 銀行とかマンデリとかね OCBC 銀行っていうのを使っていって、そして向こうの現地の国営の企業の株式をね仕込むことによって、これは大きく利益を上げていけるんではないかなと思うわけなんですよね。まあ、それが私のこの未来図かなと思います。さあお話することは以上でございます。そろそろね退屈になってきたんじゃないかなと思いますね。コメントもなくなってきましたんで、ただまあ YouTube をご覧の皆様は少しはねもしかしたら私が伝えれることが受け取っていただけたんではないかなと思います。繰り返しますけど、私は単なる麻雀屋の親父からスタートしてます。パソコンなんてない環境です。で40歳までそういうのは無縁でした。40歳からとてつもなくお金がなくなって、将来に不安を覚えて一発逆転するためにネット儲かる方法とかで検索したのが始まりです。これはインターネットカフェに行って、パソコンなかったんでインターネットカフェに行って検索して、そこで出てきたネオヒルズっていうキーワードから手繰り寄せたものが今日に至るわけなんですよ。本当に信じられないところがあるなと思うのは、 ありがたいですね、例のやつね。あ、神宮寺さんもありがとうございます、これはね Facebook ライブを通じて録画しているものですから、 YouTube だけをご覧の方は誰に返事してるんだみたいなことになると思いますけども、 Facebook ライブをしてるとね、 Facebook ライブのここら辺にコメントが出るんですよ。そのコメントに対して、視聴者さんのコメントに対して私がねたまに答えてます。まあ答えきれてないのもありますけどね、そういった図を想像してみてください。まあそれでね繰り返しになりますけども、私は2015年の7月19日、までは単なる麻雀屋の親父でした。本当最近でしょ、2015年ですよ、で2013年の7月20日に速稼塾ってものを始めて、そこからアフィリエイトを始めて2年間で、そこそこのね資金回復をして、2年間で店舗を辞めることができて、そこから利益しか出さない毎日になりました。経費がほとんどかからないんでね、だからねやっぱりこうインターネットを使って経費のかからない営業をしていくね、例えば Facebook で自分がやってるお店とか自分がやってる会社とか自分の作っている作品を紹介していくっていうのはむちゃくちゃいい方法だと思います。信頼関係を作った上で、こんなものやってるんです、こういう食べ物があるんですとかね、こういう食品を扱ってますって言ったら、やっぱその人から買いたいですもん私は、でそういう人がインターネット上 Facebook 上にいなかったら、また同じスーパーに行って買うだけなんですよ。でも私はですね、多少割高でも仲良しから信頼している人からいいものだっていうふうに自信を持って提供してくださってるものをやっぱり買いたいし、お礼として費用を払いたいですね。お礼としてですよ。もう価格がついてるから払う、仕方なく払うんじゃなくて、いやこんなに素晴らしい心を込めたものを紹介してくださってありがとうと、これ美味しそうなんでこれもらってくださいって感じで感謝で払いたいなと思います。で今のところ私がインターネットを通じてお支払いしたものっていうのは、もうこんな金額でいいのかなっていうぐらい素晴らしいものをすごくね低価格でいただいてるって感覚です。価格としては高いかもしれませんけど、私の感触としてはものすごく割安だなと思っていただいてるんで、私にねセールスをかける方、自信を持ってね、持ってきてほしいと思います。私もいつものスーパーで買うよりはあなたから買いたいわけなんですよ。
はい、ちょっと読みましょうか。退屈どころか一時も目が離せない配信でした。ありがとうございます。とんでもないです。あ、星野さん来てくれましたね。星野さんまた会いましょうね。8月5日は FX の、スーパーコンサルで私ちょっとね中丸トレーダーに会いに行こうと思ってるんですよ。なかなか8月5日月曜日なんでいきなり言われても難しいと思いますけども、もしね合流できる方がいらっしゃったら合流して一緒にやる時間も持ちたいと思いますんで、多分5日の13時ぐらいから2時間か3時間ぐらいかなと思いますけどもね、合同でコンサルがやらせていただければいいなと思います。8月5日で大丈夫だと思います。今のところ3名の方が希望されてて、無理してでも行きますみたいな感じなんで、いや無理はしないでくださいねって方ですよね。はい、星野さんまたねパワーアップします。私はね2018年2019年と勝ち続けてきてます。 FX はでも私はこんなにね低レベルなのに勝ててるなっていう感覚なんですよ。だから今までのをちょっとねチャラにしてまた一から学ぶつもりで、いつもね夏には一からやろうと思ってるんですよ。まあ、ですんで8月に入ったら中丸トレーダーのところに行って、何も知らないと思ってまた一からお願いしますってことをお話ししてますんで、また一番低レベルなねところからやらせていただいて、もう本当に基礎を何回でもやり込むことなんですよ。基礎をやるだけで9割ぐらいうまくいきますんでね。はい、あ、神宮さんどうもありがとうございます。あ、40分ぐらい話してますかね。すいません、お付き合いいただきまして。あ、こんばんは。暑いですね。暑い。エアコンついたんですよ、ここ。エアコンついたんですけど、ジャパネット高田のおかげで。高田さんのおかげでね。でもエアコンつけずに喋ってたら暑くなりました。すぐ終わるつもりだったんだと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。ね、星野さん。もう100遍基礎に帰るというね。刑事じゃないですけどね。現場100遍じゃないんですけども、一番最初にやったことを100回ぐらい一番多くやるって形ですね、私の FX は。はい、そんな感じで、ね、今日の配信はちょっとこの辺にさせていただこうかなと思います。本当に皆さん遅くまで聞いていただきましてありがとうございました。これからもね皆さんに模範になるようにって言ったらちょっと偉そうなんですけども、私が麻雀店の単なる親父から少しずつ資産を積み上げてきて、自由な時間と自由なね、資産的なお金ですか、お金と時間、そして組織にも入らずにたった一人でね、活動していく中でもたくさんの素晴らしい方に出会えて、そして私がねすごく今年誇らしいなと思うのは、3名の女性の方をね一緒になんかアクションを起こすことができたなと。京都の風水鑑定士の天野さんとかね、それからひろこさんバランスボールの方とか、それから静岡のアンジーさんとかね、こんな素晴らしい女性の方と一緒に対談をさせていただいて、そして一緒にね一つのイベントをやらせていただいて、そこに集まってくださった方もいてってことで、こんなにね素晴らしいことはないなと思います。本当に一人一人のその女性の方が素晴らしい特徴をお持ちでね、私にとっても先生みたいな感覚の方ですから。で、天野先生どうもこれからもよろしくお願いします。まあ、天野先生に、アンジー先生に、それからひろこ先生と、私からもね先生という名称で呼ばさせていただきたいかなぐらい、本当に素晴らしい女性に私は出会えて、振り返ってみたら私の人生って大事なところでいつも女性に助けられてるんですよ。まあそのね一番助けられた女性が今の奥さんであるっていうことはね、まあ、当然ちょっとねのろけさせていただくところもあるんですけども、まあでもね本当に冗談なく男性ってのは女性がいてくれてからこそできるところが結構多いです。うん、本当にそうなんですよ。だからちょっとね女性に感謝するのが照れくさいところもありますけども、素直にねいつもありがとうと言いたいなと思いますし、今ね奥さんがいない、彼女がいない、その尊敬する女性がいないって方でもあんまりね考えすぎないでください。必ず見つかります。多分ね今もうすでに周りにいるんですよ。周りにいるんでちょっと受信力を高めていただいて、あ、この女性からこんなところが学べるじゃないか、すごいなっていう風なその受信力をねぜひ高めていっていただきたいと思います。はい、いやそんなことないですよ天野さん。あ、で由美さんもねすごく私でね一緒に何かできればいいなと思ってちょっと取材に行こうと思ったのですいませんね、いろいろあって行けなくなっちゃいましてね、また青森の方には必ず伺いますんで、その時よろしくお願いします。その時は多分ね子連れで行きますわ、もう子連れでその時ねなでなでしてあげてください由美さん。私の子供名前ももうね決まったようなもんですから、本当に素晴らしい名前がね私の家庭に降ってくれたなと思います。あとはね10月31日予定日に元気でね生まれてきてくれることを願うばかりですけども、バリ島の占い師の方に言わせれば大丈夫だよってことなんで、安心してね、過ごしていきたいと思います。それではですね皆様も、あ、子連れナイトライダー、そうですね男の子が生まれるんできっと車好きになると思います。他の家庭にはない車だぞって感じでね、あ、ちょっと他の家庭にはないって言ったらまたねちょっといい気になっちゃってるかもしれませんけども、ちょっと変わった車だと思うんで楽しいんじゃないかなと思いますね。
マミさんどうもありがとうございます、お疲れ様でございました。こちらこそ。はい、それではですね、久しぶりに長い動画放送になってしまいました。すいませんです。でリミさんもまた会いましょうね。収穫体験したいですね。なんか芋掘りとか私も幼い頃やった気がしますけども、ぜひね、あのナスの一本でも抜かしてください。非常に楽しみにしております。あの青森、本当私にとってもね、憧れの地ですよ。この前北海道行ってきたんですけど、北海道行けるのに青森は素通りなのかって話になりますけども、すいません、あの青森も必ず行かせていただきます。その時はね、ぜひよろしくお願いします。本当に長い時間皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。20名以上の方がこの Facebook ライブにやってきてくださいました。それからね、これから YouTube にアップしますけども、 YouTube でも出会えた方、本当にここまで見ていただいてありがとうございます。長時間になりましたけども、本日の放送は以上で終了させていただきます。今後もよろしくお願いします。玉木さんもありがとうございます。また会いましょう。